外務安全保障政策上級代表は、欧州連合の共通外交、安全保障政策の調整を担う役職。2009年、リスボン条約発行後初の代表として、キャサリン・アシュトンがついた。リスボン条約発行後に新設される、欧州対外行動局を牽引する役職でもある。もともとこの役職は、アムステルダム条約で、共通外交。 安全保障政策上級代表として設置され、リスボン条約が発効するまでの10年にわたって、ハビエル・ソラナが務めてきた。リスボン条約によりこの役職は、欧州委員会の副委員長と、欧州連合理事会の外務理事会議長を兼ねることとなった。アメリカ合衆国のクリントン政権は2000年5月に、共通外交、安全保障政策上級代表について、かつて、 ヘンリー・キッシンジャーが発言したとされる、フードゥー、アイ・コール・イフ、アイ・オント・コール、ヨーロッパ、という疑問に答えられるものだとした。また、その立場から、EU 外相とも言われている。アムステルダム条約によって、共通外交、安全保障政策上級代表が、国際的に、欧州連合を代表する役職として設置されたが、この時、共通外交、 安全保障政策上級代表は欧州連合理事会事務総長が兼ねることとなった。そのため当時の事務総長であったユルゲン・トルンプフが初代上級代表に就任したものの、その任期はほんの数ヶ月程度であった。ハビエル・ソラナが就任すると共通外交安全保障政策上級代表の役割は急速に拡大し、多くの権限が 上級代表に統合されていった。欧州憲法条約では、欧州委員会の対外関係担当委員と共通外交安全保障政策上級代表を統合して、欧州連合外務安全保障担当大臣が設置されることとなっていたが、欧州憲法条約は発行が断念され、その代替となるリスボン条約は名称が改められた。 リスボン条約では、欧州連合外務、安全保障政策上級代表とされ、欧州憲法条約と同様に、対外関係担当委員と共通外交、安全保障政策上級代表を統合し、欧州対外行動局の補佐を受けることとされた。当初は、ハビエル・ソラナがこの職に選出されていたが、役職の設置に、遅れが生じた上共通外交、 安全保障政策上級代表に10年間にわたって在任していたことから、ソラナは退任することを決めた。ソラナの在任中は地味な外交官として活動してきた上、交渉を重ねることに徹し、また不可能と思われた任務を成し遂げてきた。リスボン条約の起草で欧州憲法条約にあった表現が改められたとは、いえ、多くのメディアではこの役職を、 外省と呼び習わしている。ところが、外務、安全保障政策上級代表は、欧州連合理事会事務総長との兼職を廃した、一方で、欧州委員会副委員長を兼ねさせることとした。上級代表と欧州委員会委員を統合することによって、キッシンジャーの疑問に対する答えをより明確にするものとされている。外交政策担当の上級代表職、詰まるところ。 外省職が設置されることで、現在の状況に大きな変化をもたらすことになるだろう。外省職の設置で、ハビエル・ソラナ上級代表の今の権能と、欧州委員会で、欧州連合の代外支援を担当しているベニータ、フェレロバルトナー委員の権能のような役職が重複している状態が解消されることになる。一人の人物が、 外交上の諸懸案に対処することになるし、ヘンリー・キッシンジャーのかの有名な、アイオントゥ・スピー e a ーヨーロッパという電話にも応じることができるのだ。バレリー・ジュスカール・デスタン、レ・ブログでバル・イー・ライ・ジュスカール・ディー・エ・ステイング・多くの候補が上がった。中で、欧州理事会は、非公式会合で、イギリス出身のキャサリン・アシュトンを、初代外イム。 安全保障政策上級代表に指名することで合意した。当時アシュトンは欧州委員会の通商担当委員を務めており外交の経験がなかった。中道左派所属の各国首脳らが全員一致して押したことでアシュトンは最有力候補に押し上げられたのである。アシュトンの正式な就任には欧州議会の承認が必要である。またこの会合では 欧州連合理事会事務総長にピエール・ド・ボア州が任命され、上級代表と事務総長が兼務しないということが改めて示された。欧州連合加盟国の間で外交政策が合意されると、外務・安全保障政策上級代表はその範囲において、欧州連合を代表し、加盟国に代わって、交渉に当たる。外務、 安全保障政策上級代表は反テロリスト、調整官などの任命や特別代表の職務調整を行う。また欧州連合理事会に対して報告や提案を行う。さらに共通外交、安全保障政策を担い、共通安全保障防衛政策の調整や特別代表らを指揮するほか、以下の職務を担当する。2009年に、 欧州連合理事会議長国であったスウェーデンによる提案では外務安全保障政策上級代表は欧州対外行動局の人事と予算を管轄しまた配分される予算の規模を提案するものとなっている外務安全保障政策上級代表は欧州対外行動局の職員を任用し安全保障問題や情報共有を含めた全般的な外交政策を になっている。ところが、政策の実施にあたっては、外務、安全保障政策上級代表はまずその準備にあたり、正式な決定は、欧州連合理事会において加盟国によってなされなければならない。また、外務、安全保障政策上級代表は活動の内容について、欧州議会に報告しなければならない。欧州連合条約第15条。 第2項では以下のように規定されている。欧州理事会は加盟国の国家元首、または政府首脳、及びその議長と欧州委員会の委員長で構成されるものとする。欧州連合外務、安全保障政策上級代表はその職務に関して欧州理事会に出席するものとする。また、第18条では次のように謳っている。欧州理事会は、 欧州委員会委員長の同意を受けて、条件付きの多数決によって、欧州連合外務、安全保障政策上級代表を指名する。欧州理事会は同様の手続きによって、上級代表の任期を満了させることができる。上級代表は連合の共通外交、安全保障政策を実行する。上級代表は自ら提案することでかかる政策の発展に寄与し、 理事会から付託された通りに行動するものとする。これは共通安全保障防衛政策についても同様とする。上級代表は外務理事会を主催する。上級代表は欧州委員会の副委員長の一人とする。上級代表は連合の対外行動の一貫性を確保するものとする。上級代表は欧州委員会においては 対外関係政策についての職責を担い、また他の分野における連合の対外行動の調整を行う。欧州委員会において、これらの職責を実施するにあたっては、これらの職責についてのみ、上級代表は第2項及び第3項にかなう範囲において、欧州委員会の手続きに拘束される。ありがとうございます。